改め記憶に残したいいなと思うタイナです。私が今来ているのは JR 東海東海道新幹線の新大阪駅でございます。今日22日朝からですね、東海道新幹線はダイヤが大変乱れております。一体なぜ東海道新幹線がダイヤ乱れているのかと言いますと、昨日の夜の保線作業中にですね、保線車両が豊橋と三河安城の間で脱線してしまったみたいで、それの影響で現在も一部区間で運転見合わせております。それで本日はですね、そんな運転見合わせしてしまっている東海道新幹線のですね、様子をですね、この新大阪駅から皆様にお届けできたらなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。現在ね、東海道新幹線名古屋と新大阪の間は運転再開してるんですけども、依然としてですね、浜松と名古屋の間は運転再開していなくて、浜松と東京の間は運転再開しているということで、浜松と名古屋の間が現在止まっている状況です。そのため、のぞみ号とかもすべて運転見合わせしておりまして、こだま号とひかり号のみの運行です。それじゃあ早速ね、駅の中に入りましょう。ということでね、 JR 東海の新大阪駅の中に入ってきたんですが、新幹線が止まっているということで、こんな感じで駅のコンコースはとてもごった返しております。すごい数の人ですね。また目の前に新幹線の切符売り場あるんですが、長蛇の列です。おそらくこれ切符の変更だったり払い戻しの列でしょうね。すごいことになってますね。いかに日本の大動脈である東海道新幹線が重要な路線であるんだなっていうのが分かります。東海道新幹線が止まるっていうのは、ね、やっぱニュースですからね。こんな感じで報道陣もですね、たくさんいますね。はい、で奥に発車表あります。山陽新幹線に関しては、ね、通常通り走ってるということで、博多や鹿児島中央とか書いてあるんですが、横見ると東海道新幹線名古屋止まりです。しかも赤と青の光と小玉だけ、黄色ののぞみ号はありません。横にはですね、のぞみ号の運休列車表示されています。のぞみばっかですね。少しね、移動してきまして、新幹線南口の方にやってきました。ここにですね、ホワイトボードありまして、豊橋三河安城間での夜間作業遅れの影響により、名古屋東京間早くても12時以降運転再開ですね。早くてもなんで、多分もっともっと遅くなっても不思議じゃないでしょうね。現在名古屋新大阪間大幅に本数を減らして運転しています。一応下に気持ち程度ね、英語書いてありますけども、まあ詳しいことは書いてないんで、外国人からしたらよくわかんないでしょうね。あ、一応のぞみ号東京行き書いてあるけども、発番未定、発車未定って書いてありますね。まあ運休でしょうね、どれも。でこっちがこだま号と光号です。あ、こっちあれか、13時6分発だからまだまだ先のやつですね。一応13時6分だから1時ぐらいには動かす気ではあるみたいです。あ、ここにもこだまと光しか今日は今現在走っていないよっていう表示がありますね。いや、もうこれ東海道新幹線の非常事態と言ってしまった過言ではないと思います。今日月曜日ですからね、朝っぱらから出張だったサラリーマンとか本当びっくりでしょうね。東海道新幹線が名古屋と浜松の間で止まってるなんて。まあ今はね、ちょっと運転再開幅広がってますけど、最初全区間で運転見合わせしてたんでね、はい、名古屋ですら行くことできませんでした。でも名古屋大阪間ってまだね、近鉄特急とかあるんで回避方法あるけども、東京名古屋間ってなるとすごい遠回りする必要がありますからね。うん、結構厳しいと思います。それじゃあちょっとね、今外の方にいるんですが、入場券の分かってですね、在来線の乗り換え回数見に行こうと思います。さらに少し移動してきまして、在来線の改札口の方にやってきました。こっちね、 JR 東海じゃなくて JR 西日本なんですが、ここにもですね、長蛇の列ができております。まあ、新幹線側よりはちょっと空いてるかなって印象ですね。だけどだいぶ混んでるなという印象ですね。ということでね、在来線の改札入って新幹線の乗り換え回数の方にやってきました。今ね、放送がですね、かかっておりまして、もしかすると今日運転再開しないかもしれませんっていう放送がかかっていました。いや、相当深刻ですね。現在名古屋と浜松の間で運転見合わせしているということでね、全列車名古屋行き、うわ、ここに停車駅あるけど全部各駅停車なんですね。新大阪から名古屋の間、途中京都、前原、岐阜、島、すべてに小玉も光も止まります。小玉と光の違いは何でしょうか。自由席の違いぐらいかな。はい、でコンコースね、ここはそんなにごった返してないですね。先ほどの外の方はね、結構混んでましたけども、乗り換え口の方はそんなに混んでおりません。新幹線がね、止まってしまってどうしたらいいかね、わからない人たちがね、こんな感じで列を作っておりますね。いや、とんでもないよこれ。でね、東海道新幹線が現在こんな感じで止まってしまっているわけなんですが、まあ、大体のですね、交通手段というのも、まあ、東京大阪間あるんですね。でそれの一番有名なのが特急サンダーバード号と北陸新幹線になります。
はい、ということでホームの方にやってきました。目の前に止まっているのは特急サンダーバード号敦賀駅です。現在東海道新幹線が止まってしまっている現在、最速で大阪から東京に行くのにはこのサンダーバード号で敦賀まで行き、敦賀から北陸新幹線に乗るということになります。東京と大阪のアクセス列車に現在サンダーバードはなっております。パッと見た感じそこそこ乗ってる人いますね。通常のサンダーバードは平日もっと空いてるんですが、今日やっぱり東海道新幹線の迂回路ということでビジネスマンとか結構乗っているのでしょう。サンダーバードと北陸新幹線を使い大阪から東京に行くとだいたい5時間ぐらいかかりますのでね、やっぱ北陸回りの方が圧倒的に遠回りなので、まあ、それぐらい時間がかかってしまうのは仕方ありません。ちなみに現在特例も出ていまして、北陸回りの方が、ね、圧倒的に遠回りで運賃も高いんですが、東海道新幹線回りの切符でも利用できるみたいですね。ということでサンダーバード出ていきました。いや北陸新幹線がね早く大阪までできてくれれば乗り換えなしで東京まで、ね、臨時便とか走ったんでしょうけども、北陸新幹線ができるのはまだまだ先でございます。あと多分30年後とかかな。ちなみに在来線の普通列車で新大阪から東京まで行くとなりますと、まあ、大体10時間ぐらいかかります。新幹線改札の中に入ってきました。東海道新幹線で現在名古屋と浜松の間止まっていて東京方面に行けないということで、心なしかコンコースは結構空いてるような気がしますね。で次にですね発車する列車がこちら9時54分発の小玉号名古屋行きです。いや新大阪で名古屋行きの小玉号を見るのはなかなか新鮮ですね。はい、停車駅は京都、前原、岐阜、島、名古屋、各駅停車です。これも5分遅れなんですね。ちょっとせっかくなんでホームに上がってこの名古屋行き小玉号を見てみることにします。ホームに、ね、上がってきました。次に発車するのはこの9時54分発の名古屋行きですね。10席の列は長蛇の列になっております。あ、光号新大阪止まりやってくるみたいですね。東駅止まりの光号やってきました。この光号本来は多分新大阪から東海道新幹線に直通して名古屋そして東京まで行く岡山始発のやつだと思うんですけども、現在東海道新幹線運転見合わせしているということで急遽多分新大阪止まりになったなと思います。多分そうだよね、500番台って。あ、この光号すごい空いてるわ。ガラガラじゃん、全然人乗ってないよ。新大阪始発の小玉号をやってきました。新大阪発名古屋行きというね、まあ、今日しか運転しない特別な小玉号になります。東海道新幹線が止まってしまってるから仕方ないですよね。いや補線車両脱線ってねびっくりですよね。今朝ホテルで寝てて朝起きた東海道新幹線が止まってるというニュースを見てびっくりしました。しかもね補線車両の脱線ってねさっきニュース記事見たんですけど結構派手な脱線の仕方してるんですよね。自走ができないということで運転見合わせの時間がとてつもなく長くなってしまっているのです。果たしていつ運転再開するんですかね。先ほど放送で今日中の運転再開はないかもしれないって言っていたんでね、本当に今日一日中終日止まってるかもしれません。少なくとも12時までは絶対止まってるんでね。ちなみに現在時刻は午前10時です。この小玉号10席の列すごい長いですね。普段この区間もねのぞみ号運行されていますが今日はね運行していないということで小玉号でもこんなに人が乗るのです。こんなにたくさんお客さん乗る小玉号ってすごい久々ですよね。小玉号普段ガラガラなんでね16両は過剰輸送ですが今日はその16両の輸送力を思う存分発揮し新大阪名古屋間をシャトル運用をこなしております。博多方面のねのぞみ号は普通に運行しているということで奥に博多駅のぞみ号止まってますね。しかし全列車が新大阪発博多駅です。東京方面直通することはありません。名古屋駅ののぞみ号もないんだよね。東海道新幹線では現在のぞみ号というものは一切運転されておりません。浜松東京間もすべて小玉号です。そろそろねこの名古屋駅小玉号出発するんじゃないかな。もうすでに5分以上遅れているので目の前に止まっている小玉号お客さん満載ですね。ほぼすべて座席が埋まっております。小玉号だいたい今現在20分に1本ぐらいね
運転されていて、その間を縫うように光号が運転されています。なので本数はめちゃくちゃ少ないってわけではないんですが、かなり混んでます。デッキに立ってる人もいますね。いやー、のぞみ号がないってだけでこんなに大変なことになるんですね。東海道新幹線がいかに重要な路線なのかってのが分かります。とか今現在ね、東海道新幹線待ってるのは名古屋と浜松の間だけなんで、この小玉号で名古屋まで行って、新快速で浜松まで行って、で浜松からまた東海道新幹線に乗って東京まで行くって人もまあ結構いるような気がします。どうなんだろうね。まあ、だるいかそれはそれで。ちなみに飛行機とかもですね、あるにはあるんですが、まあ、あるにはあるって普通にあるんですが、満席でございます。先ほど ANA のサイト見たら全便満席でしたね。まあ、朝はちょっとあったけど空席でも基本は満席でした。14分ほど遅れまして、児玉号名古屋駅出発するようです。5分遅れで入線してきたんですが、ここで9分ほどプラスされて出発ですね。いやー、もう東海道新幹線今日ダイヤぐっちゃぐちゃですね。いや、ぐちゃぐちゃってレベルじゃないですね。お、セミが飛んでる。どの号車もお客さんがたくさん乗っています。この次に発車する列車は10時13分発の光号なんですが、あと多分5分後ぐらいなんですよね。ということで児玉号出ていきました。多分次の光号はこっちかな、だそうです。27番だからこっちかな。隣のホームは結構人少ないですね。終始この放送流れてますね。あ、光号来たっぽいですね。うわ、さっきまで全然人いなかったの、急に人増えてるわ。すごっ。はあ、東海道新幹線はやっぱすごい需要ありますからね。行った後にすぐお客さん来るのでしょう。なんかこんなに人がいる光景初めて見たな。ということで光号入線です。光号と児玉号しかいない東海道新幹線なんて、まるでのぞみ号ができる前の時代に来てるような、そんな感じしますよね。のぞみが誕生したのは JR 東海初期ということで、本当その頃みたい。今ねちょっと暑かったんで、休憩室ラウンジというか待合室に来て編集しつつね休んでいたんですが、なんと夕方まで泊まっているそうです。さっき昼だったんだけどね、一気に伸びちゃいましたね。いやー、これとんでもないことになりそうですね。待合室から出てきて20番線の方にやってきました。でね、これね位置情報ね東海道新幹線見ることできるんですが、結構どれも遅れてますね。10分から70分ほど遅れてます。で、のぞみ号全部運休ということで、のぞみ号の表示は一切なく、こだまと光のみです。異様だね、これ。で、当然ですね、名古屋と浜松の間は運転見合わせしているということで、新幹線一切表示されてません。こんなに表示されている列車の少ないね、東海道新幹線の位置情報はね、久々に見ましたね。で、新大阪からね、山陽新幹線区間はこんな感じでのぞみ号に、ね、走ってるということで、のぞみ号の表示もあります。だけどね、東海道新幹線区間は、光と児玉だけです。えぐいね。しかもさっきね放送にあった通りね、夕方まで止まっているということで、これ今日走るのって感じですよね。まあ、でもさすがに終日最終までね、始発から運転見合わせ
ほどひどくはないと思うんですけどね、一体どうなるのであらって感じです。今ねこの新大阪駅に東京からの新幹線今日一本もやってきてないですからね、途中で脱線してるということで、東駅止まりののぞみ号をやってきました。博多からの列車ですね。本来あったら新大阪止まりではなくこのまま東海道新幹線に乗り入れるんですが、今日はね東海道新幹線内ダイヤ乱れの影響でこの新大阪止まりです。パッと見た感じそんなに乗ってないですね。やっぱり東海道新幹線に直通する需要が大きいのかな。いやーこれいつになったら運転再開するんでしょうか。こんなに東海道新幹線が止まるなんて結構珍しいですよね。だいたい止まっても午前中だけとかね、雨とかでも、まあ、昼には運転再開してますけど、昼になっても運転再開しないって言ってますからね、なかなか今回重大だなと思います。去年のね8月のね16だっけな、なんかその時もね東海道新幹線大幅に遅延しまして、で、遅延の理由がですね静岡県内の雨だったんですけども、今回多分それよりも遅れそうな感じしますね。あの時はね東海道新幹線遅れに遅れまくって、まあ、一応運転再開はしたんですけども、新幹線の終電の時刻である0時を大幅に超えまして、翌朝6時まで新幹線運行を続けたんですよね。今回もそうなるのかな。ちょっと夜行新幹線走るんだったら気になるから若干興味はありますけどね、まあどうなるか分かりません。目の前にね岡山行きの光号止まっております。本来だったら多分これも東海道新幹線から直通の車両だったんでしょうけども、現在運転見合わせしているということで、この新大阪始発です。これ光号ということでね、まあ光号と聞くと通過駅ありそうなんですが、この光号ね山陽新幹線区間各駅停止ということで、小玉号と同じく各駅に停止します。光を名乗る意味ないんじゃないかなと思うんですけどね、小玉でいいじゃんと思うんだけども、これは自分だけでしょうか。再びですねコンコースの方にやってきました。時刻もね昼近くということで結構ね人が増えてきました。さっきよりも明らかにごった返してますね。新幹線が止まってるということで、なんかちょっと路頭に暮れてるような人もちらほら見受けられました。まあそれはそうよね、駅にやってきて新幹線乗ろうと思ったら新幹線夕方まで止まってるって言うんですもん。山陽新幹線はね通常通りではないですけどね、すべてが新大阪始発ということで通常通りではちょっとありませんけども、まあダイヤ通り動いております。一方東海道新幹線はもうぐっちゃぐちゃ、もうやばいですね、全部名古屋止まりです。赤と緑のツートンカラー珍しいですね。で横は運休ののぞみ号が書いてあります。のぞみ1号からずっと全部運休ですからね今日のぞみ号。うわーすごいや、全部のぞみですからね。のぞみ号がいかに東海道新幹線で多く運転されている列車なのかっていうのがよくわかります。先ほど見た時はね13時台からの列車が表示されていたんですが、現在15時台からの列車のみ表示されています。15時ちょうどの東京行くから一応運転再開する気はあるっぽいですけど、まあ、今後伸びるかもしれませんね。浜松豊橋間で現在運転を見合わせております。やばいよね、あすごい分かりやすいですね。東京浜松間が現在運転再開しておりまして、名古屋新大阪も運転再開していて、名古屋浜松だけ止まってるという感じですね。英語でも分かりやすく案内してます。訪日外国人にも分かりやすいですね。まあ、外国に来てね乗ろうと思っていた列車がね大幅にダイヤ乱れしたらちょっと混乱するよね、かわいそうだと思う外国人。まあでもね一応先ほどみたいな感じで英語の案内があるっていうのは分かりやすくていいと思います。コンコースからですね再びホームの方に上がってきました。私が今いるのは27番乗り場です。目の前に光号名古屋行き止まっております。まあ本来だったら東京まで行くはずだったんですけどね、止まってるということで名古屋止まりです。結構人乗ってますね、はい。ちょっとね動画とか撮ることできなかったんですが、先ほど放送がありまして、もしかすると東海道新幹線今日終日運転見合わせしてしまうかも知れないらしいですね、はい。保線車両の撤去に相当手こずってしまっているようです。一体いつになったら全線で運転再開するのでしょうか。それまではね光号と小玉号を交互に名古屋までの運転ということになります。奥すごいね、どん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 人が新幹線光号の中になだれ込んでいきます。光号が主役の東海道新幹線今日限定での復活です。
ということで今ね出発よしと言ったということで、まもなく出発します。11時18分発の光号、帝国通りの出発みたいですね。なかなか列車出発しなかったですね。通常時だったらあっさりと出発するんですが、飛び乗ったりそれからホームドアに近づいたりしてなかなか出発しませんでした。わ、すごいお客さん乗ってますね。座席はもうほぼ全部埋まっております。東海道新幹線光号とこだま号だけになって、しかも運転本数も通常時と比べると若干少ないですからね。それは混んでしまうのも当然なのかなと思います。ということで今新幹線出ていきましたね。いやーにしてもね、今日暑いですね。もう汗だくです。ちょっとね今日頭全然回ってないんですよね、暑すぎて。なので変なこととか言っていたらすみません。ちょっと急いで動画撮ってるのもあるんですけどね。ということで、本日はですね、東海道新幹線ね、現在名古屋と浜松の間運転見合わせしてるということで、その様子をですね皆様にお届けしてきたという動画でした。今後ですね、新しい情報入り次第またですね動画を撮ろうと思っておりますので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。それではねこの辺りで動画の方で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。早く運転再開してほしいです。こんな暑い中で作業をやられている方には本当頭上がりません。